聖書における近親相関とは、ヘブライ語聖書によって禁じられている特定の密接な親族関係の間の性的関係を指す。これらの禁止事項は、主にレビキ18、8から18と20時11分 -21 と、新名記に書かれている。聖書における禁止された性関係のカテゴリーは、様々な国や様々なキリスト教の宗派における、 現在の禁止された禁止性関係の定義と完全には一致しない。聖書のいくつかの書、特にトーラーの初期の部分には同じ家族の一員同士が一緒に成功をする物語が含まれている。これは禁止相関と解釈することができるが、俗内婚であるとも解釈できる。例えば、聖書はいとことんの結婚を禁止していないが、他の近親者との性行為を禁止している。 古代では、部族国家では、族内婚親族との結婚が好まれていた。通常、いとことの結婚が理想的だと考えられており、長女が親族以外と結婚することはしばしば禁じられていた。例えば、判決姉妹との結婚は、今日のほとんどの国で近親相関と考えられているが、エジプトのファラオの一般的な行動だった。同様に、創世期は、 夫婦であり、判決兄弟であるアブラハムとサラの間にある近い遺伝的関係を批判することなく、結婚させる描写をしている。サムエル期は皇帝と皇帝の判決妹との結婚を邪悪なものではなく珍しいものとして扱う。デビキ18章と20章では、禁止されている禁止相関の関係が列挙されており、20章では特定の性関係に罰を規定しているが、 この20章のリストは18章のものより、はるかに短く、本文批評学者は2つのリストは当初は独立した文書であり、後の時点で一緒に結びつけたとみなしている。新明記の一部では、男の親の娘、男の父の妻、男の義母を禁じられた関係とするさらに単純なリストがある。これらのリストは、 女性の親族との関係のみが記載されており、レズビアンでなければ、これはリストが男性に当てられていることを意味する。これらの禁止された関係のリストは以下のように比較される。すべてのリストの中で最も顕著な特徴の一つは、男とその娘との間の性行為が明示的に禁じられていないことである。レビキの記述で近親者の後で言及された最初の関係は、 あなたの父だが、ヘブライ語の原文は、女性の親族に関して、男性のユダヤ人にしか言及していないことを考慮する必要がある。タルムードは、娘との性関係は禁止されていることは明らかであり、特に、孫娘との関係が否定されていることが理由であるとしている。一部の聖書学者は、父子間の性関係の禁止規定はもともとリストにあったのだが、 記者の間違いのために現代版のテキストが最終的に依拠している版から偶然削除されたのだとしている。デビキ20章のリストは男から見てより近い近親関係を含まないことが18章のリストと著しく異なるが、ここでも言わずともわかるという自命性のために含んでいないのだと推測されるかもしれない。女性と 彼女の娘との性行為を行うことを明示的に禁止することは男性と彼の娘との間の性行為を暗黙のうちに禁じていると主張するかもしれない。しかし、ここでは彼らが親族関係にあることのみが言及されているので別のことを示唆する可能性がある。ジャンカルバンは父子間の性関係を明白に禁じるとは考えていなかったが、 それでもそれは不道徳とみなした娘の場合とは別に、レビキ18章の禁親相関のリストは、初期のアラビア文化と同じ規則を大まかに作り出している。イスラム教では、これらの既存の規則は、法的に制定された。しかし、これらのリストのルールは、トーラー・ヤコブのいくつかの顕著なケースでは、無視されている。彼は、最初の妻の妹と結婚したと記述されている。 アブラハムは妻で判決妹であるサラと共通する父親を持っている。エゼケールは彼の時代には男とそのまま母や義娘や実媒との結婚が頻繁に行われたことを暗示している。このような状況は新名記における記述の背景であるように思われ、実際に新名記のリストは大まかにエゼケールと同じ3つの問題のみに対応している。 初期のラビの解説者は他の考えられる密通が明らかに禁止されていたためにこの新名記のリストは非常に短いと主張した。男性のまま母、判決姉妹、そして義母というこれら三人は通常男性と同じ家に住んでいた。聖書のリストは対象ではなく女性の暗黙のルールは同じではない。同性愛者だった場合を無視すると男女は以下のように比較する。 シモンブーエによる1633年の作品、ロトとその、娘たち聖書には、多くの近親相関が記されているが、そのほとんどは、モーセの立法が手渡される、市内以前の時代に関連している。ありがとうございます。